Change it to a world 生まれてきただけで It's all right It's all right ももさん、クリスさんみたいに幸せマインドになりたいな。できるぜ。もう本当にシェパードしないといけないから、ちょっとずつやるんやな。ちょっとずつ、1ミリ1ミリで、僕も辛い時もあるよ。完璧じゃないからね。それを続けていく。だからこういうことなのよ。幸せになりたいんだったら、幸せの道を歩くか歩かないかっていうのを自分で決断しないといけないのね。まず幸せの道を歩きたいんだったら言わないといけないのよ。 I am open、 私は幸せの道を歩きたいですって、で歩く準備していますって、で歩きますって。でそうすると幸せの道が目の前に現れるわけよ。 Ask and it is given, right? You have to ask for it。 これくださいって言わないと、ね、神社に行ってパンパンって言ってもいいしね、ね、心の中でそういう願いをやってもいいし、光が、ね、星があったら願ってもいいし、ね、自分の子供の赤ちゃんの目を見て、ね、幸せになるためにこういう道を、本当の幸せっていう道、愛がある生き方を生きたいっていうのを願うのね。でそうするとチャンスが来るわけよ、ね、女神のチャンスの女神がしてくるわけよ、ね、でそうすると本当のエゴが気に入らないかもしれないのね。幸せになるっていうのはわかる？エゴの考え方で言うと、怒ってた方が楽だよね。エゴっていうのは、ね、小さい自分、ハイアーセルフじゃない自分ね、チビちゃんね、本当のエゴが、ね、自分じゃないのよ。エゴなのよ。で、エゴはあなたがエゴだって思うことが目的だから、自分はエゴなんだって思いさせるよ。ね、でも、エゴが入ってくるときに、エゴの目的、エゴは気に入らないことがあったら、他の人を暴力を使っても叩くのよ。エゴはこれダメだって言ったら怒るのよ。エゴはこれ違うぞって言ったらアタックするのよ。恐怖があるから。ね。で、怒ってる方が自分が間違ってたって言って人に謝るより楽なのよ。もう一回ね。幸せな道っていうのはすっごい難しい、楽じゃないのよ。なぜかっていうと、自分がミスしていたら謝らないといけないのよ。で、謝るより怒ってる方が楽なのよ。本当に。中にはそういう人もいるんだよね。全員はそうじゃないかもしれないけど、そういうパターンがあるわけよ。ね、他のパターンもあるのね。だから、その幸せな道っていうのは、ハイアーセルフの道っていうのは、自分が喜ばないかもしれない。自分が痛いかもしれない。恥ずかしいかもしれないわけよ。でも、本音で生きないといけないわけよ。恐怖を手放さないといけないわけよ。で、何が起こるかっていうと、あなたっていう存在は、実は考え方によって、今の波動、今あなたの世界、ここがうんちで、ここが上だったら、考え方によって、あなたがどこにいるかっていうのが変わってくると思うんですよね。例えば、ね、子供の時に勉強しないと悪いことが起こるよっていうことを、ね、この子が子供の時にこういうことを言ったら、大人になっても何か悪いことが起こる。自分には足りないんだっていうことをずっと信じるんだよね。ね、勉強しないと悪いことが起こるよとか、ね、本当に論理的に説明しないで、あんた勉強しなさい。お前本当にできないやつな。宿題ダメだなって言って。お前いい大学に入れないかよ。お前こんな大学しか入れないのかよ。お前転職先どうなるんだよ。お前転職、こんな転職先しか取れない。お前、俺どのぐらい頑張ってお前は塾だと思った。お前本当にできない息子だなとか、自分の息子にそういうことを言っていると、ね、どんなにその子が頑張っても、その最初はちっちゃい、子供の時に宿題しないと悪いことが起こるよっていうちっちゃいちっちゃい考え方だったんだけど、その考え方が膨らんできて、めっちゃメガな考え方になってきて、もう本当に自分が上がろうとして、ああ、幸せって上がろうとするんだけど、いや、悪いことが起こるよって自分を下げるのね。で、その鎖が、船が鎖を投げるじゃん。そういう感じで自分が上がろうとするんだけど、鎖がその考え方につながってるわけよ。で、その考え方を外せるようになっていく。それ自分でやらないといけないんだよね。この考え方も意味ないよねって。例えば今起こってるのはアメリカで、ね、黒人を差別するっていう考え方もダメですって。ダメですって、この考え方を外そうって。そうやってリフトするわけよ。ね、みんなでもっといい生き方をやろうよ。この法律意味ないよねって。ね、だからこのコロナもでっかいよね。ふぅ！以上っす。ありがとうございました。Alright, you guys. ね、エゴは怒りなんですね。で、エゴの勉強は ACIM っていうのがあって、Course of Miracles っていうめちゃくちゃ英語でもすっ
ごい難しい。日本語だとさらにもっとわけわかんない教科書があるんだけど、それも結構ね、好きな方はいいよ。僕もね、6年ぐらい勉強してました。あ、久しぶりの休日に朝にコーヒー飲みながらクリスさんのライブ聞いてる。めっちゃ幸せ、素敵な番組ありがとうございます。いや、ムーブドフォーカスさんありがとう、そう言っていただきます。妻兄さん久しぶり、ヘイクリスさん、今日もありがとうございます。素敵な一週間になりそうです。うんちも光に変えるムードマスターになりたいと思いました。今週の宿題があれば教えてください。はい、それではですね、今週の宿題タイプに宿題に入っていきたいと思います。この宿題はですね、バーチャルリアリティっていう宿題です。で、何をやるかっていうとですね、朝昼夜30秒自分が幸せな場所にいるっていうのを想像するっていうのが今週の宿題ですね。ぜひですね、先週の宿題、深呼吸を10回するっていうことね、それも続けてください。で、それビルドアップしましょう。もしできればそれを、深呼吸を10回やって今週の宿題をするっていうのもベリーグッドです。 OK。 で、何をやるかっていうと、これバーチャルリアリティって呼ばれているんですけど、朝昼夜ですね、30秒の時間の間、自分が幸せなところにいるっていうのを想像しますね。ここのポイントは、ただ単に自分が幸せな場所、本当になんか富士山を見てお風呂に入っているっていうのでもいいし、僕はなんか山の上に豪華な家があるっていうのを想像して、自分が未来に住みたい家を想像して、で、そこになんか外にお風呂があるんですよね。で、冷水風呂があるのね。僕の夢はその冷水風呂に入りながら、シャーって冷水風呂から出て、で、隣に温かいお風呂もあるからね、これ外のお風呂なのよ。山の上で太陽が浴びて上がってきて、で、山すごい綺麗なのね。バリーがあって、山が、遠い山があって、で、それを見ながら朝太陽が上がっている時に、冷水シャワーから、冷水のお風呂からシャーって出るのが僕の本当の幸せなんだよね。で、それを30秒キープするのよ、ね。で、自分で幸せになる環境3つぐらいあったら何でもいいのよ。本当にお風呂でもいいし、なんか映画館でもいいし、マウンテンバイク乗ってる、ドライブしている、で、自分のなんか分かんないよ、雲の上でもいいし、なんか森の中で瞑想している、何でもいいのよ。ドライブしているっていうのもいいし、もしあれだったら好きな人とね、一緒にいるっていうのもいいし、赤ちゃんと一緒にいるってもいいんだけど、何でもいいから幸せになることを30秒考えるのね。瞑想みたいな感じで目を閉じて、で、やっちゃいけないことは、問題を直すっていうのを想像しちゃダメなの。これはそれは違うことなのね。これは問題を直すためにやることじゃないの。何をやるかっていうと、問題が出てきて自分がうんちの中に入っちゃった時に、ベイビーヨーダにフォーカスすると、それが自分のダーメネンタ、それが自分の頭の中にいつもいるっていうマインド、バイブレーションに変わるのね。で、そうするといつもベイビーヨーダムードになるわけよ。フフフってね。で、ダースベイダーが入ってきて、あーって言ったら、おー、ちょっと待って、30秒のベイビーヨーダーって言って、ベイビーヨーダー30秒フォーカスすると、あーって言って自分の波動が上がってくるっていう形です。なので、これが今週の宿題です。